アッコにある、カファレリ将軍の墓ルイ・マリー・ジョゼフ・マクシメリアンド、カファレリ・デュ・ファルガは、フランス軍の将軍であり学者。オートイコール・ガロンヌのファルガ城で生まれ、シリアで戦病死した。弟のマリー・フランソワ・オーギスト・ド・カファレリ・デュ・ファルガと、ルイ・マリー・ジョゼフ・カファレリも、また将軍である。カファレリは十人の兄弟姉妹の長子だったが、両親の財産の大部分について、 長男の権利の行使を拒否した。彼はサンブルエミューズの軍隊でジャンバティスト・クレベールに仕えた。1797年11月27日、砲弾によって左足を失ったが、木製の義足をつけて軍務を続け、1798年のエジプト侵攻にもクレベールと共に参加した。遠征軍の中では彼についてこんな軽口が聞かれた。 カファは何が起きようが平ちゃらだ。なぜならいつも片足をフランスに置いているんだから。彼は1796年2月13日、倫理と政治学に関するエジプト学士院の政治経済学セクションのメンバーに選ばれて、快速の基礎に加わった。彼はまた、ナポレオンに同行して、後にスエズ運河として実現することになるルートの探索調査を行った。 1799年のアッコ包囲戦における4月24日の突撃の際、カファレリは右肘を砲弾で砕かれ、右腕を切断しなければならなかった。そして、左手でも脳を書くことを学び始めた時にエッソが襲い、高熱を発して亡くなった。ナポレオンはカイコロ録の中でこう書いている、カファレリ将軍を送ることは我々全体の悲しみであった。軍は、 最も勇敢なリーダーを、エジプトは立法者を、フランスは最高の市民を、そして科学は偉大な学者を失った。カファレリは、ユーセフシャヒーンの映画、アデュー・ボナパルトの主人公である。ありがとうございます。